富士見台。富士見台？うん。君はどこに住んでるの？僕も同じ。富士見台？君も富士見台？違う。どこ？あのね、あの国立駅。国立のどこ？あのね、一丁目のとこ。一丁目？中、中か？え？中一丁目？わかんない。なんで通ってんの？ここに。ここ？あ、明日も下町の。え？自転車で来たの？自転車。バス。バス。バスだね。学校にもさ、プールあるでしょ？じゃあ学校のプールとさ、この市営プールってどういう風に違うと思う？名前が違う。こっちの方がね、うん、なんかね、面白い。面白い。あ、そう、大きくてもいい。うん。学校のプールは浅いから。学校のプールは浅い。うん。だから泳ぐ。あんまり利用できないんでしょ、学校のプールは。はい、そうですよ、まあ、そうはいろいろ。ここが安いからね、安いから。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 もう今年は何回ぐらい来てんの？5回ぐらい。5回ぐらい。なかなかやがってんね。行きたい日なの。あのどちらからいらっしゃる？青柳です。青柳、なんで今日はいらっしゃる？この人が泳ぐ。あ、自転車です。自転車です。あのここのプール、こうかなり3つぐらいある。いい点とか。うちは近いから来るだけ、近いことと安いことと。あ、そうです。値段は安いです。あの、うん、市営プールに。まあ、普通じゃないでしょうか。え、他の友達のところを聞いても。あ、あとなんかこう、他にこういうところを変えたらいいんじゃないか。日本って、気づくような。なんとなく更衣室がちょっと不潔な感じがするけど。あ、もっと綺麗に。それぐらいですね。うん、今年ね、来るようになったぐらいでね、それまではあまり来たことなかったんですね。今年もう5回か6回来てるけど。あとお子さん連れてこう道歩いて、かなりこう自動車なんですか？そうですね。でも私は自転車で来てるから、でも子供だけだったらやっぱり、まだうちは小さいからあれだけど、小学生同士でね、ふざけながら歩いてたら危ないですね、あそこ。でもかなりきちんと立ってらっしゃるから、ね、大丈夫じゃないでしょうか。どうもありがとうございます。忘れ、わかんない。わかんないの？あのね、荷物置き場のね、カゴの中に忘れたの。あー。カゴにじゃあ着替えてさ、うん、預かり所のおばさんに全部預けたんでしょ？うん。うん？友達と来たからさ、荷物が一緒だからさ、その時。友達と一緒にじゃあ荷物して、で、預かり所のおばさんに全部預けたんでしょ？僕だけ別に帰る、僕だけさ、ちょっと早く帰るからさ、うんうん、僕の荷物だけさ、もらったらさ、まあ、ちょっと別のおじさんが今探しに行ってるから、ちょっと待って、うん、あ、こういう紛失物とか忘れ物とか結構多いんですか？ありますね、もう本当ね、もう頭痛いんですけどね、やっぱり小学生のね、その浮き輪とか、うん、まあ、幼児もそうなんだけど、タオルとかね、うん、もうひどいのはもう、スウェーパンツまでね、そういうのまで置いてくるのがいるんですよ。で、これが、開園8月、7月の20日からね、ずっと昨日までのね。これ今年のですか？そうです。うわすごいね。ものすごくあるんですよ。で、帽子だとかね。これ見ると毎日忘れ物がなくなるってことですね。毎日ですね、毎日ですね。あ、でちょうど今、20日間ぐらいですか、やり始めてから。20日間。あ、すごいですね。で、忘れ物のベスト3、ベスト5ってのは何々ですか？やっぱタオルでしょ。帽子、まあ、水泳帽も含めますけども、それから浮き輪ですね。浮き輪、あとは水泳パンツもありますね。パンツまで忘れちゃうんですか？忘れますね。そう、下着のパンツもそれもありますね。小学生ね、なんかね、そのまま履いて帰っちゃう、要するに水着のままね、かけちゃう人がよく忘れますね。もうこれはね、どうしようもないんですよ、もう毎年ね。ちょっと見せてください。
これは8月6日ですね。8月6日黄色いタオル、タオル、パンツ、水泳帽ですね。水泳帽。これ下着ですね。下着ランニングシャツね。こういうのすごくあるんですね。もしこのビデオ見てね、あなたがこのプールに忘れ物をしたとしたら、ちゃんと撮ってあるみたいですので、ぜひ連絡して取りに来てください。事務室の隣の看護コーナーです、はい、ちょっと看護婦さんにお尋ねしてみたいと思います、どんな怪我とかそういうのが多いんですか？そうですね、ちょっとした擦り傷、切り傷ですね、擦過傷って言いますけれど、それとかなんかちょっと微出血ですか、鼻血、それとか虫刺されがたまにありますね。はい、あれ虫がいるんですか？ここはたまにですけどね、はい、その鼻血とか、はい、それからあとは怪我ですね、はい、切り傷ですね、切り傷ですね、擦過傷ですね、これ割に多いのが擦過傷なんです、はい、そういう原因ってのは何でしょうかね、簡単に言うと。そうですね、やっぱり濡れてるところ走ってちょっと転ぶとか、はい、コンクリですからね、周りがちょっとする慌てて上がる時に擦ってしまうとか、そんなんじゃないかと思うんですけども、はい、そういう意味では、まずやはり準備体操をきちんとして。そうですね、慌てないことですね、やっぱり、十分に水に慣れてっていただくってことですね。毎年ここに来てらっしゃるんですか？一応、しばらくの間来ております。毎日ではないんですけども。あ、そうですか。交代で、はい、看護婦さんから見たね、はい、なんか利用者に対してなんか、こうした方がいいんではないかみたい なんかそういうアドバイスみたいなのがございましたらおっしゃっていただきたいんですけど。そうですね、やっぱり食事の後は十分にね、はい、休養を取ってから入っていただくとか、はい、準備体操を十分にしていただくとか、水にすっかり慣れてからやっぱり中に入っていただくとか、はい、そういったことがあると思いますけども、はい、本当に。どう、水冷たい？ぬるま湯。ぬるま湯。ちょっと同じくらいね。あ、そこだ。1年のうちに、だいたい40日ぐらいしか使えないという現実があるわけです。で、例えば冬なんかでもね、あそこをスケート場にしたらいいんではないかみたいなね、人の発言なんかも飛び出したりしてるんですけども、そしたらですね、最近その、旧市役所後に、総合体育館を作るというような話が具体的に進んでるということなんですけども、そことの関係で、いかがでしょうか？ですね、確かに屋外のプールは夏場しか使えないので、しかし最近はだいぶね、年間を通して、泳ぎたい、また水泳することによって自分たちの健康を維持したいというようなことが、そういう人たちがたくさん増えてきております。で、私どももですね、できるだけ市民に泳げない人がないようにという意味で、泳げない人を対象にした水泳教室をですね、かなりたくさん持っておってね、そういう関係からますます水泳に対して興味を持つ人が増えてきておりますので、そういう関係でぜひ今度できる予定の総合体育館の中にはですね、プールを作りまして、温水プールを作りまして、年中を通して、この泳いでいただくようなことを考えております。